メイチャンネル。はいってことなんですけど、お邪魔してますメイですということですね。ペコリってことなんですけど、アル中のメイですということでございます。この間失敗いたしました。人生失敗、おっぱいって失敗ってことなんですけど、本日はですね、なんと初めてなんですけど、私なんといつも唇のディップを紹介していることが多いんですけど、ちょっと待ってって待って、唇メイク、待って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 ということで、顔にマスクするのもメイクじゃないかと思って、今マスクが欠かせない時代ですよね。なのでマスクをするのもメイクということで、じゃあ今回は話題のですね、 GU の SNS バズってる新作マスクを紹介していきたいと思いますよ。ちょっと今回はですね、GU の、めちゃめちゃ気になってた、本当になんか SNS とかでめちゃめちゃリツイートされてるマスクを紹介していきたいと思います。もうリップがね、癖づいちゃって。本当に今の時代、マスクは欠かせないと思うんですけど、顔半分隠れてて結構やっぱ、それだけやっぱ大事じゃないですか。こんだけ隠れてるので、その中でも気になったマスクを今回仕入れましたということで、早速紹介していきたいと思います。スタート!いきます!まずね、これがね、今話題なんですよね。高機能マスク。GU のね、高機能マスクの、フィルター入りのこのマスクが今人気ですよ。カラー5種類あって、サイズが S と M あるみたいで、ちょっと、どっちか順が分かんなかったので、結構顔デカめだぞーって感じなんですけど、めちゃめちゃ昔から、顔デカい、顔デカいとか、頭デカい、うるさい、声デカいとか、もうタイトルデカいとか、いろんなこと言われ続けてきたんですけど、なんでちょっとサイズが分かんないので、一応 L と M があったので、2種類買ってみました。でね、カラーが5種類なんですけど、私的にネイビーとブラックがあったんですけど、ちょっとネイビーはあんま好きじゃないので省いたんですけど、今回ちょっと早速マスクをレポしていきたいと思います。他のね、気になったマスクも後であるんで、ちょっとこれはちょっとまだモザイクみたいな感じで後で紹介していきます。モザイクみたいな感じで。で、まずね、ベーシックなブラックを紹介していきたいと思います。このマスクね、なんかいろんな色があって、なんか何やらめちゃめちゃいいらしいということで、GU さんのところで出してるマスクなんですけど、オリジナルマスクがちょっと話題になったので、ちょっと今回ゲットしてみました。開けますね。ちょっと初めてのマスクレポなので、ちょっとどうなるのかっていう感じですけど、包装は結構しっかりされてて、なんか、ハサミで切らないと開かないのかな?しっかりと包装されてます。待って、ハサミ切らなくていいわ。ハサミ切らなくていいよ。見てこれ。ここね、Don't Open みたいな感じで書かれてるんで、このシールをね、多分剥がすんですよ。このシールが邪魔で剥がせないんですよ、本当は。多分、開けることはできます。こんな感じで。ハサミいりませんでした。ごめんなさい。これはね、マスクが、あ、2枚入ってます。2枚ずつ。こちらがですね、2枚入って、790円のタックス税ですね。プラス税っていうことでコスパもいい。こちらブラックが、2枚入ってました。このマスクは2枚入ってるシリーズらしいですね。早速1個紹介して、つけてみたいと思います。こちらですね、高機能フィルター入りマスクの、2枚組ですね。の M になってます。M サイズです。早速開けていきたいと思います。私結構顔でかいって言われるんですけど、サイズ感もね、見ていきたいと思うんで、M と L 買ったんで、2種類。これちょっと M で開けます。つけますね。あ、待って。M ピタッ。M ピタって感じだけど、なんかピタって感じ、余裕がない感じ。あ、これ多分ね、リップ取れるわ。私 L だわ、多分。めちゃめちゃ M ちっちゃい。で、顔ちっちゃい子とかなんかな。私結構、顔でかいってめちゃくちゃ言ってるんですけど、めちゃめちゃちっちゃい。なんだこれ。ピタッとしてるから、なんか主観的なのか、なんか自己申告かわかんないんですけど、私顔でかいよっていう子とか、タイトめな。M か、M はダメで、L がおすすめかもしれません。めっちゃタイトです。喋ってると多分リップとか取れちゃうなって感じですね。だからつけた感じ、コンパクトなんで、めちゃめちゃ顔がちっちゃく見える気がします。普通のものよりも。こんな感じです。これがですね、こんな感じで、GU ドライ素材使用。GU のですね、特殊素材を使用していまして、なんか涼しい、気持ちいい、清涼感のあるような、霊感、幽霊の霊感じゃなくて、霊感を感じるような涼しい、蒸れないというか、いい素材を使っているので、めちゃめちゃ蒸れにくいかわかんないですけど、霊感成分で気持ちいいですけど、涼しい感じがします。なんか熱くならないというか、熱くなりにくいみたいな感じですね。構造が立体構造で、こういう感じでなんかピタッとなんか、結構めちゃめちゃシルエット的にはすごく綺麗にシュッとして見える形になってますね。こちらね、洗濯で洗っていただけるので繰り返し使っていただけるというのが売りでございます。これが今話題で、ほんと顔がちっちゃく見える、シュッとして見えるマスク、こんな感じのマスクが出てました。 M ちょっとちっちゃいな。普通のマスクつけていいですか？普通のなんか既存のマスク、こんななんか売ってる、本当になんかありがちな使い捨てマスクつけるとこんな感じで、やっぱボリュームがあるんで、もサイズとかもこの感じなんですけど、さっきと比べてみるとビフォーアフターでちょっとだいぶ違うと思うんですけど、本当になんかこんな大きなとかちっちゃいとかわからないんですけど、かなりちょっとコンパクトで使っていただけるんじゃないかなと思います。あ、めっちゃタイト、こんな感じ。顔ちっちゃく見ますね、ほんと見比べるとピタッとこんな感じになってます。さっき付け方間違ったかな。こんな感じのシルエット、こんな感じでスッキリしてみますね。確かに形綺麗だな、ほんと形がすごく綺麗な感じがしてます。うん、このシュッとしてる
めっちゃいいじゃん、これ。これめちゃめちゃなんか、顔がちっちゃくシュッて垂れたように見えます。しかも、2個ついてる。これいいよね、なんかね、1つ買ってなんか、友達あげたりとか、あの、家族で使ってもいいし、なんか、恋人みたいな感じでもいいし、なんか自分みたいな感じでもいいし。黒使いやすいと思います、普通に黒。次がグレーもありました。グレー。会いたくて、会いたくて、会いたくてということなんですけど、グレーですね。会いたくてのグレー。じゃん。こちらもね、2個入ってました。こちらも2個入ってます。こちらがです。色かわいい。高機能フィルター入りマスクの2枚組の自由ドライ素材仕様のアイテムですね。M ですね。さっき同じ同様 M なんで、ちょっと私だとまたタイトかもしれないんですけど、ピタッとするのが好きっていう方とかはいいのかな。つけるとね、ちっちゃい。あれ、さっきよりもちっちゃい感じする。あれ、さっきよりもちっちゃいのサイズ一緒なんだけど、あれ不思議。M 不思議だぞ。さっきと同じなんだけど、なんかサイズ感、黒と、こっちの方がちっちゃい気がする。何が起こってんだろう。グレーの方がちっちゃい気がする。めっちゃタイト。みんな L の方がいいかもね。顔の大きさって、わかんない。心配だわっていうか、あったら絶対 L の方がいいよ。M ちっちゃすぎる。でもちっちゃすぎる問題発生してるから。いや、これでもね、タイト超ちっちゃく見えるから。すっきりして見ますね。なんかオイルさんとか綺麗めに見えるから。なんかグレー可愛いかも。メンズだけじゃなくて女性とかも、無彩色っていうなんか色味がない色なんですけど、黒とかだと結構ガッツリなんか黒かったりとか、白だとやっぱなんかフォーマルに見えない。フォーマルっていうかなんかスタイリッシュに見えないと思ったら、なんかグレーちょうどいいんじゃないかなっていう。グレー可愛いですよ、このグレー。でもね、絶対 L がおすすめ、私的に。M ちっちゃいよ。いつも服のサイズ M だから M とかダメだと思う。ちょっと自己申告制限になるんだけど、ちょっと私心配ですっていう方は、絶対 L はよ。めっちゃいい。確かに蒸れにくいというか、つけててなんか違和感ない感じで、つきやすい感じの。なんかマスクって蒸れるじゃないですか。なんかこう冷たさがあるから、自由ドライという繊維がめちゃめちゃ効いてるなっていう感じがするんですけど、次が、唯一買った L のこっちはね、ドントープンって言ってくるんだけど、こちらホワイト、白が L なので、白もね、もちろん同じシリーズで2枚入ってます。こちらのね、白試していきたいと思います。白なんか使いやすさでしかないので、白をね、つけにくいっていう人は誰もいないと思うので、普通にベーシック使いやすそうな白なんです。つけますね。全然違う。めっちゃ余裕がある。あ、でも待って、ちょ待てよ。L が多分ね、サイズ合ってるんだけど、結構全然違って見える。白もあるからかな。膨張色ではあるから、結構大きく見えちゃうかもしれませんけど、スタイリッシュでシュッとしてて、形的には使いやすい。フィット感があるんで隠してくれますね。既存の普通のなんか使い捨てのマスクよりもなんか、フィット感があって密着感があって守られてる気はします。ただこれ3層構造になってるんですよね。この内側にあるのが、接触冷感性のある自由ドライ生地を使用してて、冷たくて気持ちよくて、で、あと、あの3枚構造になってて、自由ドライ素材を1枚目と3枚目に使ってて、それで挟んでるんですけど、その内側の素材が細菌や花粉などの粒子を 99% カットすると、すごいですね。高機能フィルターですね。だから 99% カットするらしいです。めちゃめちゃ使って気持ちいい感じになってます。こんな感じです。白結構なんか、ちょっと膨張して見える気がしました。膨張色ではあるので、一応サイズも L なのでこれだけ。ちょっと生地も大きいのかもしれません。でもね、私的には絶対 L で正解だな、サイズは。思ってるよりちっちゃい。普通のマスクよりちっちゃい気がします。顔ちっちゃくはないかなっていう方は、L の方がいいかもしれませんね。めちゃめちゃタイトです、M は。まあ、使えることはないけど、めちゃめちゃなんか突っ張ってるずっと。四つ目が、マスクなんですけど。私普段マスクね、めちゃめちゃね、白マスクのほんと使い捨てを使うことが多いので、やっぱね、こういうなんか可愛いのが壊れますよね。これジャンってことで。こちら、ピンクもありました。こちら M サイズですね。M サイズ。こちらも同じく2枚入ってて、こちらがですね、高機能フィルター入りマスク、2枚組ですね。同じくですね。同じアイテムになってます。こちらも同じく790円ですね。色がちょっとくすんだピンクで、なんか今のお洋服でありそうな落ち着いたピンクの色になってます。こちら M サイズなんで生地がちっちゃいです。ちょっとつけますね。あ、やっぱタイト。かわいい。どうでしょうか。ピンク可愛くないですか。めちゃめちゃなんか清潔感ある、なんかこうなんか歯科女子とかでいそうな感じの、なんかオイルさんとか。あ、お疲れ様です。こちらの書類なんですけど、制作させてもらったんですけど、確認とか大丈夫ですか。この後、夜、仕事終わりご飯でも、それちょっとごめんなさーいっていうね、そんな感じなんですけど、めちゃくちゃなんか、これ色可愛いの。女性らしいというか、超女の子っぽいマスクで。これめちゃめちゃ盛れると思います。女子盛れる。このピンク、いい塩梅じゃない、絶妙だな。なんかめちゃめちゃ大人っぽい、ナチュラルなピンクで。このピンクめちゃめちゃ可愛いと思います。私的なんですけど。ピンク好きなのもあるんですけど、元から、肌の色味に合うというか、女性のなんかメイクだったりとか、ちょっとお粉乗せたりとか、チークだったりとか、合いそうなピンク。これだからプレゼントとかで喜ばれるかもしれませんね。でもね、なんせ私が言いたいのはね、M はちっちゃいので、L がおすすめです。白だけ L にしちゃったからさ、わかんないんだよね。その白だから膨張色だからでかく見えるのか。私ね、ちょっと気になって4つ紹介したんですけど、全部これはね、同じシリーズなの。高機能の SNS で話題の GU の、他にもなんか GU さんいろんなマスク出てて、ちょっと値段もかかるんだけど、じゃあこちら580円でね。さっきよりもね、100円ぐらいか。コスパいいんですけど、200円コスパいいんですけど、こちらね、同じくね、フィルターが入ってて、1枚入りか。これね、1枚入りだ。ちょっといいやつ。さっきのは2枚入りなんだけど、これは1枚入りで、見てください。私がちょっと気になったんで買っちゃったんですけど、じゃんってことで、
見ますか？素材感がね、ちょっと違うの。ほら、これなんか、リブが入ってて。GU のウーマンのね、ファッションマスクのレーシーリブですね。可愛いですよね、この素材感が。サイズはフリーサイズなのかな？これ詰めれる感じが。このね、ゴムがついてるから、留めがついてるから、これちょっと押したりとか、伸ばしたりすると、きつくもできる。っていうフリーサイズなのかな。これは可愛くて一個入りなんだけど、めちゃくちゃなんかお洋服の素材とかでありそうな冬物、秋冬物の素材であって、これちょっと買ってみました。匂いもなんかね、抵抗ないのがいい。最初から1枚目からなんか変な匂いすると嫌じゃん。なんか消毒液とか。あ、可愛い。え、これ可愛い。可愛いな、これ女性らしいなんかデザインで。じゃあウーマンのマスクなんですけど、 GU の。他にもいろんな柄とかいろんな色があったんですけど、可愛いですね。おしゃれなマスク。表参道とかのカフェで働いてる人がつけてそうな、とかつけてくださいって感じの、逆にこっちからお願いしますって感じのマスクですね。おしゃれマスクです。いいよね、こういうなんかおしゃれなマスク。しかもこれもね、さっきネットで洗える。やっぱネットで洗って繰り返し使えるっていいよね。この時代前あれば憂いなしじゃんね。長いこと使って、まあ、洗濯して使っていただけるっていうのがやっぱいいのかなと思います。なんかフィットが、素材のね、立体構造もなんか特徴で、ここにちゃんとしっかり隙間があります。空洞がある。ちゃんと喋っててもなんか案外ニップはなんかかかすれにくいというか、この立体構造はとても私的に良きでした。これはフリーサイズなので、こちらのレーシーリブはフリーサイズになっておりますので、SM内ですので、ご安心をということですね。ここでサイズが調節できるので、私的にね、このね、レーシーリブのやつと、このさっきのね、ピンクが可愛かったな。ピンクサイズがね、 L の方がおすすめなんですけど、サイズ感はぜひともね、参考にしてくれたらいいかなと思うんですけど、私普段ね、服とか M サイズなんですけど、だからマスクも M かなと思ってたんですよ。でもなんか全然 L でした。顔でかいだけみたいな感じなんですけど、お試しがやっぱ効かないので、あの店頭にあのサイズ感を見るやつあるんですけど、やっぱ口に当ててやっぱ試すことはやっぱできないので、ぜひとも皆さんサイズ感とかを参考にしてみてゲットしてみてくれたらいいかなと思います。こっちのシリーズは、この リブのやつは1個サイズでした。さっきの高機能のやつは、ね、2枚入りなので、それともあの数も、個数の数もちょっとチェックしてくれたらいいのかなと思います。皆さん、これ参考になったでしょうか。本日もですね、最後まで見てくださってありがとう、ありがとうございますってことです。ありがとうございますってことですね。せーの、おしゃれは口元かな？マスク？マスク？ガスマスク？ガスマスク？すごい、これめちゃめちゃいいじゃん、これ。可愛くないですか、このマスク。これで街出かけよう。ね、出かけよう、出かけよう、みんな出かけよう。よかったら、チャンネル登録、グッドボタンよかったらお願いします。インスタグラム、ツイッターも、いつも、よかったら見てください。いつもというか、毎日見てください。応援お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ツイッター、インスタグラム、TikTok もフォローよろしくね。じゃじゃじゃ。